ヤンゴンで宅発するティラシンティラシン、あるいはティラシンはミャンマーを中心とした地域における偵発した仏教の女性出家者を指す。ビルマ語で貝を保つものを意味する。ティラ、ティーラはパーリ語のシーラに由来する語である。カミザブ仏教においては正式な美国になるための仕組みは早いうちに滅んだとされ、女性の出家者は正式な美国とは認められていないために、 日本でも、女性修行者、女性出家者などと訳されることがある。男性ビクが、サヤドウナアラだというように出家名の前に、サヤドウと、ウという語を関するのに対して、ティラシンは、サヤレイド銅ニンマラーというように出家名の前に、サ鞘銅と、銅という語を持つ。通常僧侶は、227の戒律を守らなければ、ならないとされているが、ティラシンには8回しか義務付けられていない。 また、僧侶が触れることを禁忌とする金銭を扱うことが、許され、料理などの日常の雑事に携わるなど、男性僧侶の生活を補助する存在とされており、また、僧侶の着る応エは着用できず、もっぱら薄赤の衣を身にまとうなど、男性僧侶とは区別された存在とされている。だが、ミャンマーでは、コンバウン王朝末期に、マニプール王国から連行されたティラシンドキンの、 活躍によって女性のための二層院の混流が許されるようになる。因和町時代からその存在が確認され、当初はダディントンと呼ばれていたが、男性の修行者を含む用法も存在した。ティラシンという用語が女性修行者に対して用いられるようになるのは18世紀後半と考えられている。ティラシンは ミャンマー政府から出家者としての身分は保証されており、政府の驚愕試験で好意成績者を出すなど、その地位は他の上座部権の2層と比較すれば高いと言える。古くは赤とする説と白とする説があって統一されていなかったが、後に中間色である薄赤の衣に統一されたという。ありがとうございます。